野球賭博で捕まったって本当ですか？はい、捕まりました。どんくらいのお金が動いてたんですか？僕動きますよ、余裕で。うちの家計的に考えた時に、その野球賭博って、殺人の次に腐らないことをヤクザが絡んでるんじゃないかっていうのが出てくる。そうそうそう。どうなんですか？丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。今回も皆さんと一緒に裏社会の勉強していきたいと思います。ということで、ゲストはダルビッシュさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダルビッシュさんにいろいろお話を聞いていきたいんですが、はい、いろいろの中にあるあの例の事件のことについても聞いちゃっても大丈夫ですか？はい、いいですか？はい。野球賭博で捕まったって本当ですか？はい、捕まりましたね。はい、捕まりましたよね。捕まりました。これも、ネットでね、はい、引くと出てきます。ダルビッシュ賞野球賭博逮捕で出てきますよね。はい、あれどんぐらい前ですか？あれもう5年ぐらい前ですかね。はい。今ってその、はい、もう野球賭博の、うん、まあ何ていうんですか、その事件だけが一人歩きしちゃってて、うんうん、その当時のこととか、まあ、全然わからない人も多いと思うんで、はい、まあちょっと野球賭博で逮捕された件についてここからいろいろお聞きしていきたいと思います。はい。うちの家計的に考えた時に、その野球賭博って、うん、まあ個人的にやっぱ殺人の次にちょっと許されないことだということなんで、ちょっと喋るのもためらかったんですけど、はい、まあでもまあもうこの機会なんで喋らせていただきます。はい、いやとはいえでもやっぱりあれですよね、今僕軽く聞いてますけど、はい、やっぱりダメですよね。まあまあ言っちゃうとお兄さんのこともあるし、というかそれはもうめちゃくちゃでかいわけじゃないですか。兄貴の夢で遊んでますからね、はい、まあちょっとモラルとしてはかなり一番やばいですよね。そうですね、すごいですよねそれ。野球賭博とはどんなものでしょうか？まあ、野球賭博はまあちょっと何ですか、そのバカラとかと違って1万円貼って1万円勝つとかじゃなくて、うん、その1週間に1回のまあ金額の精算なんですよ。例えば、巨人対阪神があったら、まあ、巨人に1万円、うん、でかけたらまあ堂本が1割引くんで9000円、勝つときは9000円、負けたときは1万円払わなきゃいけないんですけど、口張りなんでその時のお金がいらないんで、まあ、1週間ずっと張り続けていく、うん、っていうような感じで月曜日に精算するっていうのが基本的な流れなんですね。はい、口張りっていうのは口頭で伝えて、口頭なり、まあ、LINE とかまあそういうアプリを使ってまあやるんですけど、はいはい、そういうやり方をすると。そうですね。でまあ勝敗だけ、まあ、点差とかそういう細かいところまではやっていくもんですか？例えばピッチャーによってやっぱそのチームが、例えば特に優勝かかるとかなってきたら、うん、巨人から 1.5 とかもうひどい時だったら2とか出るわけですよ。うん、じゃあ巨人が例えば2点差で勝っても、ハンデが2だったらもうタイとか、うん、もう3点差以上で勝たないといけないとか、まあ、いろんなハンデがこう絡むんですけど。そうですね、今ちょうど出ましたけど、はい、ハンデって、はい、どういうものなんですか？阪神対巨人でこのまま戦わせたら、うん、絶対に巨人が勝つとは思うっていうのに対して、まあ道の方はやっぱりそのハンデを、例えばハンデをこっちから1、うん、1点出すことによって1対0で勝っても、うん、例えば同点ですよと、はいはい、いうふうにやっぱしたいんで、うん、まあその分かれるように、ちょっと分かれるようにしたいわけですよ、うん、張る方をね。つまり何点差で勝つかっていう感じで見なきゃいけないわけですね。何点差で勝敗がつくかっていうのを、そうですね、でよく言うじゃないですか、野球賭博で、はい、ハンデがうまい胴元でやると盛り上がるっていう、うん、言いますけどね。うん、実際どう盛り上がるんですか？まあ、ハンデを多分出してるのが多分全国で2つしかないって言われてて、うん、関東と関西って昔から言われるんですけど、うんうん、まあ、そこからまあいろんな、そのなんていうんですか、図書を持ってる人らが多少ハンデを触っていくんですけどね。ダルビッシュさんは触ってたんですか、ハンデは？触る時もありましたね。あ、はい、それはですか、お兄さんのチームにちょっと出したりとか？いや、兄貴のチームに関してはメジャーリーグってやっぱその時間が違うんで、はい、メジャーリーグを受けてくれると思うとかそもそもいないんですよ。あ、そうなんだ。どこでも受けるわけじゃないんですよ。へー。うちはもう例えばプロ野球だけ、中にはその例えばバスケットも受ければ、うん、テニスも受けるとこもあるんで。あ、ブックメーカーみたいな感じですね。あ、そうそう、ブックメーカーを見て判定決めるんですよ。あ、はい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 、はい、そうなんです、そうなんですよ。ダルビッシュさんがやってたのは日本のプロ野球だけ？そうそう、まあ、メジャーもやりましたけどね。はいはいはい、はい、やっぱそこは一応そうですね、やってたって。はい、やりましたね。どんぐらいのお金が動いてるもんなんですか、ああいうのって？人によってですけど、まあ大体でも、うん、30からは最低でも動くんじゃないですか。1人ね。1人で普通だって、今日例えば1万円かけました、じゃあ負けました、次の日は1万円かけたら勝ちました、この時は2万動いてるわけですよね。ただでもやっぱりその本人としては勝ててないんでまだやるわけですよ、はいはいはい、それをトータルしたら1週間で動く量としては、1人やったら負け追いかけてる時はやっぱ50万100万も動くし、1人じゃ1000万何千万動くわけですよ。30万で一番そこやと思うんですよ僕は。もっとやっぱあるんで。じゃあその時やってた時のクライアントって結構な人数いたんですか？まあ僕らグループだったら30
人ぐらいいたんで、そうするとトータルどんくらいのお金が動いてたんですか。いや週でみんなで僕動きますよ余裕で。わ、負けてる時やったらもうお前3億とかにできますよ。う、動く金額ですよ。ただやっぱ勝ち負けで計算したら、うん、全部で2000万負け、2000万勝ちとかっていう感じになるんですけど、動く金額で言ったら傘は高いですよ。じゃあその時の最大 の、はい、あの勝ち負け、うん、あのマックスと、うん、あの最低で どんなぐらいだったんですか。まあトータルでも5000万ぐらいじゃないですか。負け5000万負け、はい、全員でね。あ、全員で5000万負け。ほんで勝つ時で、まあ、勝つ時やっぱ少ないんですよ。やっぱり2000万3000万ぐらいですか。あ、胴元がってことですか。こっちが、あ、個人でやった人で、うん、あの最大の振り幅、勝ち負けの振り幅どんぐらいですか。もうおそらくそれ僕でしょうけど、まあでも3000万ぐらい負けますよ。負けます、はい、勝った時はどんぐらい。いや、勝つときはやっぱ1800、2000ぐらいじゃないですか。万ぐらいじゃないですか。ああ、はい、それはでも結構スリリングですよね。だから毎週そうなんですよ。だからこう生産の時って払わなきゃいけないわけじゃないですか、はい、そうなんですよ。どうするんですか。昔とかやったら払えない人とかやっぱいるわけで、うん、そうなったらちょっと分割にしてもらうとかってまああったりするわけですよね。うん、はい、正直、はい、あの野球を見る目はご自身であったと思います、はい、どうですか。いや、ないっすね。あのね野球を見る目が逆にある方が多分勝てないと思うんですよ。やっぱ野球賭博はもう絶対にバックなんで、なんで出てない方にかけ続ける方が絶対いいと思うんですよね。あ、そ、結果今バックの話しましたけども、はい、あのまあ、バックってそのお金のですけど、まあ、お金の動きとかから見て、うん、まあ、ご自身にもこう胴元されてたわけじゃないですか、はい、その時ってあの、まあ、野球賭博ってどうしてもイメージとしてヤクザが絡んでるんじゃないかっていうのが出てくるんですけど、うん、そう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 、どうなんですか。僕の方が全く絡んでなくて、うん、それだけはもう僕ずっとあの裁判でも訂正してくれと、うん、あ、ちょっと言い続けたんですけど、やっぱ僕らのとこは先輩、まあ、ある、まあ、大阪の先輩のところに流してて、うん、まあ、そのヤクザ絡んでないんだけど、当時まあそれこそあの、ね、一番大きい暴力団組織が分裂したこともあって、うん、まあ、ダルビッシュの弟の野球賭博はどっちの暴力団の資金源になってるんだっていうので捕まって、うん、グループとしてはそのいわゆるケツ持ち的な人たちをつけるとかなく、全然僕らは全くなかったですね。うん、だからなんか仲間内でやってるみたいな感じですか。そうです、そうです、はい、今のねご時世的にこんなこと言っていいのか分かんないですけど、はい、スポーツ賭博って仲間内で結構普通にやられてるじゃないですか。あ、めちゃくちゃ多いと思いますね。むしろ見たことないっていう人の方が僕不思議でならないっていうか、うん、僕はそもそもその爆災がないのやってないんですけども、結構身近なところで普通にこう紙回ってきて勝敗書いて送ってとか、うん、1000円挟んで出すとか、本当に昔からよくあるやつじゃないですか。でぶっちゃけあれですか、逮捕されるまで思ってました。いや、そういうなんか悪いことしてる感っていうか法律違反っていうか。あ、全くないんですよ。これやったら捕まるなとかっていうのは今まで僕もいっぱい逮捕されてきてるんで、うん、あの分かるわけなんですけど、うん、やっぱ野球賭博の時に関しては僕も上にも確認したんですよ、うん、あれはちょっとその警察車両がうちの家に貼ってるような気がすると、うん、で府警本部の方の管轄のナンバープレートやけどどうですかっつったら、いやいや、敵が、いや暴力団じゃない人が捕まることは絶対ないから、うん、法律違反だけど実際それで摘発するって、はい、なかなかないです。なかなかないですよね。仇では絶対ないです。一般人ではないです、絶対。本当は警察がまあ若干そういう目で見てたっていうところもなくはない。そうですね、暴力団がそのちょうど分裂したんで、うん、仇をまずそれを捕まえて、はいはいはい、警察はそのなんていうんですか、そこから崩していきたいと絶対あったんですよ。で特にやっぱ見せしめとしては、うん、ジャイアンツのやっぱり当時の野球賭博のメンバーとすぐ行かれたんで、うん、まあ、警察としては多分そのもともと何ですか、仕組まれてたとか決められてたんじゃないですかね、はい、ちなみにその時にあのダルビッシュ家では殺人の次ぐらいの、はいはい、犯罪、うん、野球賭博に関わるようなことっていうのは、うんうん、実際問題そこ家族の反応ってどうなったんですか。意外にね、それに対して直接何も言われたことがないんですよ、うん、はい、お兄さんから。いや、兄貴はやっぱ出てきてからも僕もやっぱそのごめんねって簡単に言える内容じゃないんで、うん、まあ、連絡もなかなかできずにいて、うんうん、そこから全く逆に会ったりもちょっと頻度もかなり減りましたけど、うん、逆にちょっと頑張れよぐらいのレベルで言われたんで、ちょっと逆に一番グッとね、来るところがやっぱあるわけなんですけどね。怒られたとかでも何でもなく普通にお前頑張れよって、はい、まあ、はい、時間経ってからですけど、はい、はあ、なんか
ちょっとお兄さんかっこいいですね、やっぱね、そういうところはね、うん、ただそれ以上になんかこう家族の中でのこの問題の扱いですよね、重いもんがありますよね。この逮捕だけは唯一やっぱ家族の中でもなかなか語られることがないんで、あ、誰も触れないというか、はい、僕ら仲間内で喋りますけど、家族の中ではやっぱりそれはちょっとやっぱり、うん、兄貴のやっぱ夢であったものをやっぱ遊んだっていうのはやっぱ絶対的にあるんで、うん、まあそれはちょっとあれですね、僕的にもシビアな問題でもあるんですよ、はい、そうですよね、なんかそんな、はい、なんか聞きづらいなと思いつつも、でもやっぱりここ聞かないことにはね、そうですね、ネットで検索したら一発で出てくる話を、はい、聞かないのもおかしな話なんで、はいはいはい、逮捕されてから警察とかメディアの動きとか、はい、そういうのをちょっと聞いていきたいんですけど、実際警察ってどうでした？警察はもうヤクザよりも完全にヤクザでした。今度は車の上走ってきて警棒出してきて、僕らもこうさらわれると思った。やめやんパクったのか、お前のおかんパクったのか、3つ目海外まで行って兄貴のお調べ取り調べたのか、兄貴も来るで一緒にかけてたんちゃうんか、お前らがたとえ仇であったとしても、うん、俺らが出てきた以上どっかのヤクザとは適当に結びつけるからなと、はい